チェコ海賊党は2009年に設立されたチェコ共和国の革新系政党。略称は海賊党。2017年チェコ議会総選挙を経て第三政党となり、議会では与党内閣と対立し、党首のイワンバルト氏が行政地域開発委員会の委員長を務めている。公領の焦点は政治の透明性及び民主的な意思決定への 市民参加を介して国家や企業の権力から人権を保護することにあり政治的説明責任や腐敗防止等に向けた各種法律を制定することでその公約を達成することを目指している。同等はまた親 EU 政党でありつつも地方文献と権限以上によって EU 内の民主主義の赤字に対処することを目指している。チェコ政治の中では 中道主義ながら中道さはよりで革新系の政党である。もともとは学生主導の草の根運動から決闘された。チェコ海賊党は政治的透明性、公民権、直接民主主義を求めて活動する学生主導の草の根運動として決闘された。この党はもともとスウェーデンの海賊党に触発されたもので、こちらは党員の大部分が インターネットの自由に焦点を絞る単一問題の結社だった。しかし、チェコ海賊党は広範な政治基盤を築いていった。2009年4月にウェブサイトが立ち上げられるや、最初の2日で1800人が政党登録のオンライン請願書に署名した。5月27日に同党の登録申請書が内務省に提出され、6月17日に政党登録された。 学生選挙では、海賊党が7.7%の票を獲得した。2009年6月28日、プラハ銀行で決起集会が催され、そこで党幹部会が選出され、公領の主な要素が宣言された。2009年10月末に、初となる総会が開かれ、新たな幹部役員が選出され、イワン・バルト氏が党首になった。 同党は2010年5月の下院総選挙に参加し、得票は0.8%だった。2010年12月、同党はウィキリークスに似たパイレーツリークスと呼ばれる独自の国内版内部告発サイトを立ち上げた。同サイトは、チェコ政府や行政文書における腐敗の証拠に専念するジャーナリストのための主要情報源として意図されたものである。 2018年のプラハ市議選後に、党は統治連合を結成し、ズデニエクフジ部、中央がプラハ市長に選出された。2011年3月のクラドの上院地方選挙で、彼らの得票は0.75%だった。2012年のチェコ上院選挙では、チェコ海賊党が候補者3名を指名した。この時の候補者で、内部告発者のリボル、ミチャリクが2巡目投票で、 上院議員に選出され、チェコ海賊党が初めて国会政党となった。2014年の地方選挙では、マリアンスケーラーズニエで過半数を取るなど多くの地方議会で躍進し、ボイチェフ・フランタが同党初の市長に選出された。2016年の上院選挙で、海賊党は支援する多党連立指名の候補を擁立し、上院で追加に議席を獲得した。 2017年の下院総選挙の後、同党は大議員で200議席中22議席を有する第三政党となり、与党内閣と対立する側に席を置いた。2019年欧州議会選挙以降の、海賊党 MEP マルケタ・グレゴロワとマルセル・コラヤ2020年10月、チェコ議会史上最年少で、元老院議員に選出された、弁護士。 アデラシュポバ海賊党は2018年のプラハ市議選で65議席中13議席で2番目に大きな党となり3番目及び4番目の政党と統治連合を結成してこの政党連合がプラハ市議会65議席中39議席を占めた同年海賊党の最有力候補ズデニエクフジブが75,082票を獲得しプラハ市長に選出された 2019年の欧州議会選挙では、最有力候補マルセル・コラヤを擁立し、同党は欧州海賊党と共通地盤で活動した。コラヤは、マルケタ・グレゴロバ、ミクラ・シュペクサと共に、欧州議会議員に選出された。2019年5月、同党は、ドイツ海賊党 MEP パトリック・ブライアと共に、欧州緑グループ、欧州自由連盟に加わる交渉をした。 同6月、欧州海賊党の議員4人全員がこの会派に加わった。同7月、コラヤが欧州議会の副議長14人の1人に選出された。2020年1月、バルト首が党首に再選出された。同10月の地方選挙では、得票14.67%となり、同党が地方議会675議席中99議席を獲得した。 2020年の元老院選挙で、同党は候補者2名を共に当選させ、内矢寺出歩場は40歳という元老院で最も若い議員となった。2020年後半から2021年初頭にかけて、海賊党は2021年会議員選挙に向けて、市長と無所属という革新系中道派政党と一回、限りの選挙連合を結成した。ありがとうございます。